都内の飲食店でアルバイトとして働く40代の男性です。25年勤めた会社がコロナ禍で倒産しました。時給は最低賃金を少し上回りますが、手取りは月に12万円ほどで、家族5人の生活は苦しいと言います。貯めてきた貯金を繋ぎながら、あの今やってる状態ですね。徐々にでもあの最低賃金を上げてってほしいです。 一方ののの経営営者側はは引き上げにに慎重でです、ね、どこで着地すイイタリアア料理店の運営会社ではおよそ80人のアルバイトに月400万円ほどを支払っています仮に時給を10円引き上げると年間40万円以上負担が増えます。 10円でも20円でも引き上がっていくとやはり負担はかなり大きくはなりますね去年は過去最大となる28円の引き上げで決着しています今年の目安を決める大詰めの議論は午後3時から始まります